オルシバルは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプチー県、ピュイドイコールドーム県のコミューン。シェーヌで、ピュイの南側、シウロ川の美しい谷に囲まれ、オルシバルは、安山岩やスレートで作られた住宅が並ぶ、魅力的な山村である。しかし、特筆すべきは、モンドールの真珠とも言うべき、ロマネスク様式のバシリカである。2015年3月まで、コミューンは、 ロシュフォール・モンターニュ・オゴーリに属した。県によるオゴーリ再編により、オルシーヌ・オゴーリに含まれた。ノートルダムの聖母子像オルシバルの土地は、伯爵たちが所有し、その後1243年までオーベルニュのドーファン家が所有した。11世紀、村の東側にある教会に、聖母・マリアの彫像が暗記され、非常に数形を集めていた。伝説によれば、 彫像は、シットルカによって掘られたと主張している。一方、現在のバシリカは、巡礼の成功によって建設されたと推測されている。ノートルダムドルシバル教会は、彫像の新たな家となった。彫像は、教会の聖域内に保管され、毎年の秘翔天の木曜日に行われる、巡礼の数計の対象となっている。秘翔天の日前夜には、 地域中から夜に集まってきた巡礼たちが、松明を手にして、真夜中のミサに出席する。時に、聖母像は、囚人への取りなしを行ったため、鉄の聖母とも呼ばれた。神道の南側壁には、鉄の玉や鎖が吊り下げられている。これらは、オルシワルの聖母に祈った後釈放された、元囚人たちが奉納したものである。創イコール百九十九年まで、 LDH, イヘス、カジニー2004年以降 INSEE シュベバジリクノートルダム。ありがとうございます。